はい、キャプテン浩司でーす。こんにちは。はい、いいお天気ですね。見て、今日はね、いいお天気になってますけども、明日からね、また雨が降るような感じでございます。はい、僕の家からね、今ね、倉庫のから今外出てきまして、撮っております。今日はね、僕の誕生日で、58歳の誕生日になりました。そしてね、嬉しいことにね、WBC、ワールドベースボールクラシック日本、代表がね、日本がね、優勝しました。すごくね、いい感じでね、終わりましたね。最後はね、大谷君がね、ピッチャーを務めましてね、最後ね、締めにね、最後の締めに、三振をね、アメリカの打者ね、チームメイトですかね、チームメイトの方と対戦しまして、最後ね、最後の最後に、スライダーかな、大きく曲がるスライダーかな、ね、それで三振しまして、すごくね、感動しましたね。今回の動画ね、これ一般のね、テレビでね、見れないのがちょっと残念でね、中継がね、僕はね、プライムビデオ、プライム会員ですのでね、アマゾンのね、プライムビデオで見ましたけれども、すごくね、見応えのあるというかね、もう最後だけ見ましたけどね、最後と、昨日はメキシコ戦の最後ですね、昨日はメキシコ戦で村上君ね、最後打ってくれましたけども、すごく良かったと思います。そしてね、いい感じでね、今日ね、いい一日になりそうでございます。まだね、一日終わってないんだけどもね。そしてFacebook のね、お友達からたくさんね、お祝いの言葉いただいておりまして、そしてまたね、動画撮ろうかなと思った次第でございます。本当にね、いつもね、顔なじみというかね、知り合い、よくね、知ってるね、Facebook の友達からもね、お祝いのメッセージいただき、本当にありがとうございます。ね、すごくね、嬉しいです。そして、あまりね、最近投稿はしてないのでね、最近またね、積極的にね、Facebook 投稿始めたんですけれども、今までちょっとね、あまりやってなくて、YouTube の方を頑張ってやっておりましたのでね、YouTube を投稿したついでに、Facebook に投稿するみたいな感じでね、やっておりますので、あまり、Facebook はやってなかったんですけども、お祝いのメッセージいただき本当に感謝します。今現在ね、健康に関することに、健康に関する情報とかを収集しておりまして、それで自分のね、収集したそのものを自分のフィルターを通してまたね、情報を発信するというね、情報の転売屋ですね、転売をやってる、転売屋ね、売ってないんでね、情報の無料配布をやっておるわけで、有益な情報のね、やってるつもりですね。だから、よろしかったら YouTube の方も遊びに来てもらえればと思います。そしてインスタグラムもね、コウジ君、ローマ字の KOJIKEN、コウジ君、666で、インスタグラムを頑張って、健康、毎日のね、こういった自転車に乗って、毎日ね、頑張って、お散歩してるということを、ね、みんなに見てもらうというのが趣旨でございます。それで僕、自転車ね、たくさん持っております。こんな感じでロードバイク風の、クロスバイクね、細いタイヤのね、クロスバイク、そしてマウンテンバイク風の、女性用のその小さいね、マウンテンバイクね、こんな感じで持っております、2つね。そしてこっち側はマウンテンバイクのちょっと大型の
男子が乗るね、僕ぐらいが乗るのにちょうどいいマウンテンバイクをちょっとね、あのセミスリックタイヤに、してですね、そしてロードを走っております。アスファルトロマンね。そして、これが一番古い、2009年に購入したクロスバイク、中華クロスバイクですね。その当時中華のものすごい安いあのクロスバイクがありまして、1万円以内で購入できました。9000いくらで購入できてね、送料込みで9000いくらですね。それでもうその店は潰れたんですけどもね、あのすごくねまだ持ちが良くてね、すごく持ちが良くて、すごく頑丈でね、中華風といってもねすごくね気に入っております。そしてあとバイクですね、バイクはもう時々乗ってるんですが、週に1回はね乗るようにしておりますね。まあこのホンダのタクトはね、2サイクルでちょっと希少価値があるんですけれども、もう3万キロ近くになりますので、今ね、これねタクトは6508やから26508キロですね。はい、週に1回は乗るようにしておりますし、エンジンのかかりもいいですし、今キックだけしか使えないんですけどもね、セル のバッテリーが弱っておりますので、キックでかけ一発でかかります。そして自動チョークですかね、自動チョークなんでかかった後はちょっと回転がガンと上がるんですけれども、調子がいいですね。そして 125cc の僕の、お気に入りのバイクね、ヤマハのアクシストリートちゃんね、生産がね2015年に打ち切りになりましたね。そして何か訳ありだったんだと思います。修理の履歴にねエンジンのヘッドがなんか取り替えられたみたいでございます。ですけども購入して、そんなにね高くなかったので購入したわけですけども、購入して一度もね故障することなくね乗り続けられております。はい、そんな感じでございます、倉庫の中ね。でまたねいろいろまた今年もやっていきたいと思います。6月にはねお庭のね手入れ僕がもうやることになりましたので、お庭の手入れもね芝刈り機っていうかね、こういった機械を使ってね、お庭の手入れもやっていきますので、YouTube ね動画配信毎回やってますのでね、よかったら見てください。で母がね、母はこの松の木の剪定をね、植木の師匠、僕のおじさんになりますけども、師匠から習って松の木の剪定をやっております。綺麗にね剪定できているんでね、これは僕がちょっと勉強しようかなと思っております。はい、そしたらもう終わりましょうかね。短いちょっとね挨拶短いですけども、はい、こんな感じでね万能ネギとかサニーレタスとかで、パンジーちゃんはねもうまだまだ咲いておりますね。そして外の方にはねこんな感じで、はい、こんな感じですね。これ後で写真撮りましょう。水仙の花が綺麗に咲いておりますのでね、今撮れるかな、あ今撮れないね、うちカメラになっとるからね。はい、それではね、58年間生きてきて、まあ健康でね、何も病気しないで、どこも悪くないんですね今ね。だから健康で58年間迎えられたというのがすごくありがたかったなということで、母にも両親に感謝ですね、感謝ですね。はいはい、それではね、ここで終わりたいと思います。本当にありがとうございました。ちょっと顔をね2年前のね挨拶とちょっと顔が変わってるかもしれませんね。はい、それではまたよろしくお願いいたします。今後ともよろしくお願いします。 YouTube 見てる方もね、
配信しますのでね、 YouTube 見てる方も今後ともよろしくお願いします。 Instagram もね、見てる方もよろしくお願いします。はい、それでは失礼いたします。